オペラボールにて、純白のボールガウンと白のオペラグローブを着用するデビュータントボールガウンとは、西洋文化におけるオペラボールなどの舞踏会や公式の晩餐会などで着用される女性用の礼服であり、女性の最も正式な清掃であるイブニングドレスの一種として夜会服に用いられることが多い。ボールはラテン語が由来のボールで踊るという意味であり、それを日本語では 一般的に、社交ダンスと呼ぶ。ボールガウンの多くは肩や腕を露出させた、ノースリーブもしくはストラップレスドレスであり、ふっくらとした長いスカートを合わせている。このようなガウンは、通常、コートの代わりに、肘上まである長い手袋とヴィンテージジュエリー、または、ケープ、またはマントを合わせて着用する。胸には勲章をつけ、既婚女性はティアラを持つ。現在では、 合成繊維が使用されることもあるが、最も一般的な布地は、サテン、シルク、タフタ、ベルベットにレース、パール、スパンコール、刺繍、フリル、リボン、ロゼット、ルーチングなどがある。また、ボールガウンは西洋式の結婚式で、花嫁が着用する純白のウェディングドレスのドレスラインの一つとしても人気がある。西洋の礼服の多くは、キリスト教における、 儀礼用の衣装に由来しており、肌の露出を抑えることが求められた。その流れを受けウェディングドレスにおいても袖のない、ストラップレスドレスバックレスドレスノースリーブ、ホルターネックなどのドレスは、肘上まである長い手袋が着用されるのが一般的である。オーストリアのウィーン国立歌劇場で行われる、ヨーロッパで最も格式高いダンスパーティーの一つである、オーパンバルと呼ばれる。 上流階級や貴族の若き女性が集う舞踏会では、服装は純白のボールガウンと合わせ白のオペラグローブの着用が義務付けられており、欧米諸国に多数存在する、その他のデビュータントボールにおいてもそのドレスコードが順用されている。ありがとうございます。